しい。なんだって。カキ。オイスター。カキ。カキ。カキ読み。No!
。はい、改めましてかき娘です。それでは自己紹介したいと思います。まずはユーミン。はい、あ、ごめん、今日のテーマは今日のテーマは梅雨について。梅雨について。はい、まずはユーミン。はい、かき娘の明石由美です。梅雨の時はやっぱ私一番嫌なのは洗濯物がなかなか乾かなくて、でもいつも外に干した時に限って雨が降ってしまって、でなんかそれが一番もうなんか自分でガーチャーって感じです。かわいい。はい、続いてのっちゃん。あ、ユーミンって言ってない。はい、もうやばい。ユーミンって呼んでください。よろしくお願いします。はい、かき娘の桃江月乃です。私の梅雨の、まあ、嫌なとこですね、まあ、雨降りそうになるとなんか頭痛がするっていうか、なんか分かるか分かります。なんかほんと辛いですよね。なのでもう早く雨、梅雨は過ぎ去ってほしいと思ってます。はい、のうちって呼んでください。よろしくお願いします。ありがとうございます。続いて研修生の瀬戸春。はい、かき娘研究生の瀬戸春奈です。研修生の瀬戸春奈です。私も梅雨の嫌なところなんですけど、湿気で髪がもわってなるところですね。電波の人は本当に分かると思う、大変なんです。私のことは瀬戸春って呼んでください。瀬戸春。ありがとうございます。次、ロコちゃん。はい、かき娘研究生の天瀬ひろ子です。私は雨の日といえばやっぱり自転車で滑ること。しかも白線の上、あれは絶対滑ります。それは滑ります。ということで、2日間出なくても大丈夫、元気玉ひろぽん。そうなのは嘘で。はい、ここちゃんです。よろしくお願いします。余談なんですけど、 T シャツが新しくなりまして、これ欲しい人、運営に言ってもらえば作れるかもしれないので、読者の声で連載が続く的な感じなので、皆さんよろしくお願いします。はい、それではじゃあ続けて2曲聴いてください。